背番号13に変更した三森雅樹選手。今シーズンは主に1番バッターで出場。ファンの間からは軍師の愛称で親しまれています。その愛称は気に入ってますか？まあ、いいんじゃないですかね、はい、もう何でも自由に。そうですね、はい、呼ばれる、はい、のは。そんな三森軍師とともにとべとべホークスはこんな企画をご用意しました。題して三森軍師の作戦会議。ありがとうございます。ありがとうございます。軍師といえば作戦のプロ。そこでファンから集めた質問をぶつけました。それではスタート。まず一つ目、三森選手の球場グルメが楽しみです。メニューの作戦を立ててください。ラーメンとか結構好きですかね。味噌系がいいですね、僕は。そうですね、ガヤネギ入れればいいんじゃないですか決まりましたね、はい、続いてこちらです。好きな人に気持ちを伝えるにはどんな作戦がいいですか？どうしますかね、まあ、その時の雰囲気ですよね。もう自分がなんか行けると思ったら行った方がいいし、ちょっとまだかなって思ってる時はやめておいた方がいいしその自分次第のところはあると思うんで、はい、三森選手も今の奥様にストレートに気持ち伝えたんですか？もう結婚する時は、はい、普通に結婚してくださいって言いましたかね。ちなみにどこ、場所はどこだったかって聞いていいんですか？場所は相手の職場が終わるぐらいのところに行って外でしました。サプライズでですか？あ、そうですね、はい、あ、素敵ですね。今回三森軍師は2つの作戦を立てました。三森軍師に作戦ごと頼みたいときはまた相談してもよろしいですか？はい、ぜひ待ってます。よろしくお願いします。三森選手と私がらしは埼玉出身ということで。これ埼玉ポーズです、知らんの？